告白があなたの本当の好きな人を引き寄せる。こんにちは、タロット占い中橋です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日はですね、告白についてお話ししたいと思います。告白ね、占いやってますんでね、恋愛相談で告白ね、なかなかできない、というのがねありますんでね、お答えしたいと思います。結論はねした方がいいです。はい、でなぜかっていうのをね、これからね、お話ししていきたいと思います。でね、この恋愛相談を受けててね、本当に言われるのが、告白できないままで終わってしといた方が良かったって言われるんですね。まあまあそうですよね、もちろんそうなんですよ。でこれがですね、具体的にお話ししていくと、まずその告白しないことでですね、好きな人がね結婚してしまう、先にね他の男性と結婚してしまう、しかもそれを、SNS で知るとかね、ずっと好きだったのに言えないでいて、でその人が結婚しましたっていうのをね SNS で公開して、もうこんなにね惨めなことないですよ。本当に言っとけばよかった、もう遅い、ね、で大体あなたが好きってことは他の女性もねもう狙ってる可能性があります。ですんでね、言った方がいいんですね。はい、ただね、そうは言ってもね、その SNS でね、辛い体験も、もしかしてこれ見てる人もそういう体験したことあるかもしれませんが、そうは言ってもね、なかなか言えない、ね、断られた場合がね、やっぱり辛い、あると思います。そうですね。で、この意義はですね、これが、実は次の恋愛に生かせるんですね。はい。今回ね、この告白して、ダメだった場合は、次どうしようか。これをね、必死に考えます。これがいいんですね。はい。ね、そもそも相手がね、全然ね、もう理想高すぎたとかね、そういったところから始まるかもしれませんし、話のね、仕方が良くなかったのかとかね、楽しい話をしなかったんじゃないかとかね、はい。アプローチがね、よくなかったんじゃないか。これ、徹底的に考えます。これがいいんですね。もう本当下手にね、我々占い師のアドバイスとか、その恋愛コーチング、恋愛コンサルタントの話よりかも、自分で辛い思いして、振られたというね、辛い思いした時の方が、ものすごい学びになって自分で解決策を考える。これがすごくいいですね。だから意義があるんですね。次の恋愛に活かせます。で、それでもね、ちょっと告白できないっていう場合、もしかするとですね、もうその、恋愛にものすごい憧れちゃってる可能性があるんですね。はい。その後のことあんまり考えてないっていうね。はい。もうなんかもう、告白してそこがゴール地点というか終了っていう感じになってる可能性が非常に高いんで、すごいそれに焦がれちゃってる。なんかドラマチックなね、劇的な瞬間をイメージしてる可能性がちょっと高すぎます。はい。ですんで、そもそもね、全然できないっていうか、ちょっとね、相手の方を間違ってる可能性が非常に高いんで、それもちょっと考えてみてください。ね。で、本当に自分がね、楽しいなとかね、嬉しいなとか、そういう風に感じられる方には、自然と言えるようになりますんで、はい、いいです。で、特にね、でタイミングみたいなのがあると思いますんで、やっぱりこう気持ちがね、お互いの気持ちが盛り上がった時がいいですよね。でこれがやっぱり記念日とかですね、本当にバレンタインデーとか年末とかお正月とか夏休みとか、あとは連休の時とか、こういった気持ちがねちょっと高ぶる時、プレゼントを渡す、誕生日なんかもいいかもしれませんね。こういった時に、でしかも場所もね、ちょっと本当イルミネーションとかそういうようなこう劇的な空間にした方がいいですね。おしゃれなレストランとかね、はい、そこで、言うといいです。で、行ってね。で、さっきみたいに、もし行って、もしダメだったら、そこで猛烈に考えるから、次の恋愛の時はすごく活かせます。辛い体験かもしれませんがね、ものすごい活かせます。もう、ほんと特にね、ある人なんてね、まあ私がこう言ったらね、ホテルまでね、予約したんですね。はい。もうレストラン行って、ホテル行ってっていう予約して、でまあダメだったんですね。一人でホテルで寝たんだそうですね。もう猛烈に惨めですね。本当に私も聞いててね、あれでしたけど、猛烈惨めになります。本当に聞いてる私もね、あれでしたけど、その時に考えたって言ってましたね。どうしたらよかったのか。ね。相手選びから何からね、どうしたらよかったのか、必死に考えます。もちろんそこまであなたにやるとは言いませんけど、そういうふうにね、先にレストランとか予約しちゃうっていうのも一つの手ですね。はい。で、劇的な空間を作って、記念日に告白する。っていうのがいいかと思います。ぜひね、参考にしてみてください、ね。言えないままでいると本当に惨めな、さっき言ったように惨めな思いをします、ね。私も実はそういう経験があります。惨めな思いしたことあります。まあ、そういったこともあるんでね。特に、今ね、この見てる方が、35歳以下の方、大体35歳以下の方ですね。方は、どんどんアプローチした方がいいです。
で35歳以上の方はあのもうそういった声がかからない可能性があるんで、より自分から動いていく方がいいですね。本当若い人にね、もう倍ぐらいの行動をした方がいいぐらいの気持ちでいくといいですね。はい、ぜひね、参考にしてみてください。そしてこの動画のね、チャンネル登録をよろしくお願いします。下のねコメント欄からね、リンク貼っておきますんで、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上で終わります。どうもありがとうございました。